さあ、今日も頼ませ。まあ、待てよ。マジか。はい、というわけでね、今回はコルベットがなんとね、バッテリー上がりしちゃったみたいなんですよ。なんかね、電圧がちょっと足りてないみたいで、いやー、というわけで今回はコルベットのバッテリー上がりなので、バッテリー交換をしていきたいと思います。はい、皆さん、今回はね、コルベットユーザーの方だったり、ちょっとコルベットを所有する、そうですね、予定の人はぜひともね、あれなんですけれども、コルベットのバッテリー上がり対処していきましょう。コルベットの、ちょっと分かりづらいかもしれないんだけど、このね、ここですね、このは、レバー、ここからここを引いていただけると、ここ引いていただけるとドアが開くんですよ。まあ、コルベット全て電子制御なんで、ドアのね、開閉も電子制御。今ちょうどね、乗ったところでバッテリーが上がったみたいで、なるほど、やっぱバッテリー弱ってたんだな。このカメラで申し訳ないんですけど、コルベットのね、ここのナンバープレート下のところに、そう、こうやってね、鍵穴があって、ここにこうやって鍵を通す穴があるんですよ。で、これで手動で、はい、このボンネットじゃないや、後ろのこれが開いて、はい、ここが開くようになるんですよ。で、今、鍵は入れとかなくちゃいけないけど、で、ここのね、これですね、ここを引いたら、このドアが開くようになります。はい、ここですね。はい、危なかったな。今そういう状態なので、ちょっと一旦バッテリー持ってきたいと思います。ここのために買っておいたんですよ。なんか最近怪しかったんで、はい、なのでバッテリーちょっと持ってきますね。はい、というわけで今回はコルベットのバッテリー交換をやっていきたいと思います。コルベットはまあ手前の方にこちら 13mm のね、ボルトでこういうふうにね、バッテリーを固定するものが止まっているので、まずそれから外していきたいかと思います。まずこうやってね、クリクリクリって、この三角形のね、形をしたバッテリー止めなんですけれども、これエクステンションバーがね、あればいいかな。バッテリー深さ分ですね、あればいいかなって感じしますね。はい。それがあると非常に作業がしやすいです。で、これをまず外して、こんな感じですね。はい。三角形のね、これで止まってるんですね。はい。で、もうこれ外しちゃったら、あとはもう簡単ですよ。もうマイナス、プラスとね、外してもらうという形で、結構いろんな動画をね、僕もバッテリー交換初めてするんで、いろんな動画を見たんですけれども、このバッテリー交換の中では結構コルベット簡単な部類かなっていうふうに感じましたね。もうこれでもうヒュッて、とってもね、バッテリーも取っ手付きなんで、こうやってね、取り出しやすいんですよ。なんでもうすぐね、こうやってよいしょって入れちゃったら、もうこれでほとんど終わりですね。バッテリー交換がもう瞬時に終わるという形でね。まあ、バッテリー交換したら、バッテリー用の記憶を保存するね、電池とかつけてたらいいんですけど、僕つけなかったんで、バックカメラの情報がね、飛んじゃってたので、バックカメラの情報だけね、この後やることになりました。そしてこれをね、またちょっと知恵の輪みたいな感じでね、やっていくんですけど、これはまあまあちょっと時間かかりましたね。ちょっと吹っ飛ばしましたけど、僕は 動画ではすっ飛ばしてますけど、まあまあ時間かかりました。5分ぐらいかな。ああ、こうでもない、こうでもないってね、こうやってね、入るのが、まあ、そういうよくあるあるですね。はい。では、エンジン始動をね、やっていきたいと思います。ここで皆さん聞いてくださいよ。心して聞いてください、この音。いやー、いいですね。このセルの音がもう元気はつらつって形で、そうなんですよ。もうやっぱバッテリー変えるとやっぱ変わりますね。そりゃもうそうですよね。新しいバッテリーに変わったんだったら、もうコルベットもね、もう元気はつらつですよ。
そして最後にちょっとバッテリーの新旧比較していきましょう。これが新しいやつなんだけど、横見たらこんな感じ。古いやつはちょっとなんか、なんだろう、こっち側じゃないな、こっち側がちょっと膨らんでる感じがしますね。これちょっとね、こう横から見たらちょっとこれだけ膨らんでるんですよね。うん、それ以外はでもそんなに違いはないかな。同じ、全く同じ。ちょっと膨らんでるねこの子。はい、はい、無事コルベットちゃん復活です。いや危なかった。そしてコルベットちゃんはエンジンかけたらこれですね。ここを10秒間、ドアが何でしょうね、下に下がったままになるんで、ここ10秒間上上げすることによって位置を覚えて、このクーペの腰締まるね位置っていうのをリセットできます。はい、あーそんな感じでお疲れ様でした。はい、というわけでやっていきたいんですけれども、今回はですね、そうなんですよ、バッテリーが上がったという話でね。そう、コルベットのバッテリーについてなんですよ皆さん。ちょっとね、僕のあの動画で説明やってなかった部分がありまして、まあ、何かっていうと、あのバッテリーのまあ上がりやすいんですよアメリカの車って。なんでかっていうと、あのバッテリーが上がる理由としてはですね、ちょっとここバスさん抜かさせてもらいますね。お前も来るんかい、どっちやねん、いいよいいよお前も来るんかい、路中やめなさい路中、本当にもうってね。まあそんなこといいですよ、あのバッテリーについてなんですけど、アメリカの車っていうのはあのコルベット以外のアメ車がどういう風になってるか分かんないですけど、僕が説明を受けたあのね限りですと、コルベットのシガーソケット、あのありますよね皆さんの車にも、それがエンジンを切っても通電してるんですよこいつ。なんで今回バッテリー上がった原因としては、まずそれがね一つ、僕それで2回ぐらいバッテリー上げちゃったんですよね。そのたんびにあの起こしてやってたんですけど、でもあのなんだろうな、だましだましやってる感じで、やっぱり長持ちはしなくなるんですよバッテリーって一度上げちゃうと。だからいくら1週間も持たなくなってたんですよ。で今回バッテリーをこうやったらこうダメだったっていう感じでの交換だったんですね。だから予兆はあったんだよね。自分もねちょっと気をつけてはいるんだけど、そのドラレコがね、あ、まあ、これドラレコつけるの忘れたけどドラレコがこのね、センターコンソールの中のスイッチだから、全部 AC だから、他の車だったら多分 ACCっていうね、あのエンジンのあれとエンジンの始動となんかこう連動して、いろんなねこうレーダー探知機とかドラレコとかっていうのが連動してオンになると思うんだけど、コルベットの場合それがね連動はまあしなくはないんだけど、あの OBD くらいかな、 OBD からの連動でなんとかできてるかなって感じ。でも OBD の電圧って足りないんですよね。ドラレコとレーダー探知機ってこう一緒ボタンにつない、同じメーカーだと一緒ボタンにつないで電源共有ができるんだけど、それでやってたらやっぱり電源の容量が足りなくて起動しなかったんで、僕はレーダー探知機の方だけをそういう風に OBD2 から持ってきてるんですけど、それすらも若干怪しいよね。そんな感じなんですよ。だからコルベットのこのバッテリー関係、これからコルベット買うよとか、コルベット今乗ってる人でシガーソケットを使ってない人は、ぜひともねこことここのシガーソケットは常時電源が入ってるんで注意してください。はい、ほんとねこれはね注意してくださいね。僕は今ちょっとね、まあ、バッテリー上げちゃったから、上げて交換して、その交換するバッテリーもういきなり上げちゃうとあれだから、あいいよいいよ、行きなさい。リスクは回避したいんですよ僕はこれが困ったって感じで、まあ僕はこれ以降もうあれなんですけど、あの赤レンガ倉庫ちょっとね見る感じで今回は帰りたいんですけど、はい、いやーほんとねコルベットちゃんのバッテリーに関しては皆さんね、普通の車よりだからバッテリー上げやすいんですよ。ちょっと忘れるだけ、
ちょっと忘れる、例えばこのシガーの充電のこれもあるじゃないですか、このあの携帯の充電のこれとかも、これ差しっぱだったらずっと常時あの差しっぱなので、抜いてって降りるときは抜かなくちゃいけないっていう、そういうねあのデメリットというか、そういう気をつける点っていうのがねあるんですよ。でここでちょっとねコルベットの質問返しをしたいです。で僕、まあ、多分ねいろんな人の質問返しっていうのはこうドライブしながらやってると思うんですけど、僕のねこの質問返しは一応安全配慮して後付けにさせていただきたいと思います。というわけで今回はコメント返しの方をねさせていただきたいと思います。そうなんですよ皆さん、本当にいろいろねお祝いだったりもうおめでとうだったりのメッセージありがとうございます。もうねコルベットのことを褒めて、僕は褒めなくていいからコルベットを褒めてって感じでもう僕は思ってるんですけれども、その中でもねこういろんな車乗ってらっしゃる人からのメッセージ、そうそう、ここのここ一緒走ってますよとかね、僕この道知ってますよっていう人もいるし、こう僕は何々乗ってますけどいい車ですねっていう、そういうねメッセージも嬉しい中で、コルベット乗ってる方のね、そうなんですよ、メッセージ、コルベット何々乗ってますよ、僕も乗ってますよっていう風にね、こう同じコルベット乗ってる方からのメッセージもねいただけて、本当に僕がねこうジャンルは全然違うね、僕はゲームを実況してる人なので全然違う畑なのに、こうポッとねこう上げた動画にそういう風にコルベット乗ってらっしゃる方だったり、アメ車乗ってる方だったり、もうねいろんな人からのメッセージもらって本当にありがとうございます。皆さん今後もねよろしくお願いします。まあ、今回のコメントはね軽く返すので、まあこれを土日ねまた、まあ、回していこうかなと思います。コルベットでまあだからいろんなコメント返しをしていこうかなと思いますね。それではねまず1つ目、他に好きな車はというかなりざっくりしたこの質問なんですけど、まず前提として僕はね車に嫌いな車っていうのがそもそもほとんどないですね。はい、そんなないです。だから結構好きな車しかないんですよ。ただし知識としてはグランツーリスモ4までが僕のね一番車ゲーガチ勢だった、グランツーリスモの国際 A 級ライセンスを僕はねゴールドで取って、そしてねニヤニヤしてたような人なんで、そこまでの知識だったら車として全体的にまんべんなくねグランツーリスモ知識があったりするんですよ。でグランツーリスモとかやってるとカスタムされた車、まあ、カスタムというかあれですね、モディファイされた車たちでレースをしてたので、そこがどうしても印象強く残ってるんですよね。カストロールスープラとかね、あそこら辺、あとはカルソニックのねスカイラインとかね、そういうところとかも NSX もそうだし、あとはね FD とかもそうだし、だからそういうところで言うとね、世代的にあとは S2000 とかインプレッサーの涙目とかランエボとかがいろいろある中で、僕がそうですね他に好きな車って言ったらもうFD ですよ。いやーもう FD はね結構好きなんですよね、 RX7。 そうなんですよ。まあなんでかっていうと、もうデザインがドストライクなんですよ。もうね見るたんびこうやってこう目追ってたぐらい、もうあのね曲線もう美しいラインなんですよ。あれすごいですよね。今もう見てもさ、なんでだろうね、20年以上前の車だとしても全然その古さを感じさせないっていうのがすごいよね。うん、あれとだから C5 のコルベットのそういうぬるっとした感じが僕好きだったんですよね。なので好きな車って言われるとそうですね、でも FD とか結構好きですね。それで結構ゲーム内でも使ってたし、で、まあ、ゲーム感で言うとねニードフォースピードとかもやってたんで、どっちかっていうとストリート系のね車とかでカスタムしてとかいうのもあったんだけど、でもグランツーリスモの意識が強かったな。でもそれ子供の頃の記憶なんですよ。で大人になってくると街中で見る車と見ない車っていうのがやっぱり分かるようになるわけじゃないですか。ゲームでは当たり前に見る車でも街中になると途端にいなくなるっていうね、街中で見ない激レアな車っていうのがいろいろアニメでもそうだし、そうなんですよ、劇中の中で出てくるんだけれども実際街の中で見ない車に価値を見出すっていうところになってくるんですね。だからそうなって僕は街中で全く見ない、いやゲームの中で好きだった車っていうのがこうゲームっていうとさ この1台だけっていう、そういうこうなんでしょう、この1台しか俺は見ないっていうことは多分
多分僕の予想想像なんですけど、イニシャル D とかワンガンミッドナイトって車を育てていくっていう、もうほぼ車育成ゲーみたいなところになってくるのかなって思うんですね。だからカスタマイズしてこうどん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 ドレスアップして、その車で自分がいいタイムを出してっていう、そういう風になってくるとその車の思い出は強くなるんですけど、僕はグランツーリスモをやってるので1台に対するそのカスタマイズの幅っていうのがそこまでなくて、いろんな車をまんべんなくカスタマイズして好きなように乗る、こう気分で乗れる、そういう風にこう車乗ってると、あーこれいい、これこれ好き、これ好きって結構まんべんなく好きになるんですね、車が。で現実世界でこうグランツーリスモとか、そういうね、僕がコルベットを買った原因になったこのマキシマムズテイスっていう車のね、あ車じゃない、車というかそういうゲームがあって、そのゲームの中で出てきたコルベットってあれ見ないなみたいな、そういうことになって、あれ見ない車すげえな、ちょっと待って見ない見ないって思って見たらすごい感動して、もう追っかけてたんですけど大人になってもうびっくりしました。お茶の水で見たんですよ、黄色いね、黄色いコルベット見て、なんてかっこいい車が走ってるんだ、やべえあれコルベットじゃん、やばいやばいやばみたいな、そういう感じになったわけですね。でそういう感じになって、あコルベットやっぱいいわってなったのが、まあきっかけっていうところもあるので、大人になってからのその車好きと子供の頃の車好きっていうのは結構変わってくるんですよ。だから子供の頃好きだった車にこう乗ってる人もいらっしゃるし、僕みたいに大人になってからこう購入段階になってからね、好きな車がこうグッて変わった人もいるんじゃないかな、うん、思いますね。だから大人になってから M5 とかの V10 エンジンの M5 とか M6 とか RS6 とか S8 とかっていう V10 エンジン搭載したセダンとか、そういう車に魅力をね感じてるっていうのもそうなんですよ。まあ M6 はクーペですけど、まあそういうところにね魅力を感じたりとかするんで、意外とねあれなんですよね、僕は本当まんべんなく車が好きなんですね。その中でも一番僕は好きっていうのはコルベットって、そういうわけですね。まあこんな感じでね、今回はコルベットのね質問コーナーでございました。他にもいろいろ質問いただいたのでね、そちらの方は別動画にてねボンとあげますので、ぜひともね皆さんコメントまだしてない人はね、なんかこう質問があるよって人はぜひともねこの動画にコメントしてください。前回前々回のコルベットの動画にコメントした人はちょっとお待ちくださいという形でね、はい、そんな感じで申し訳ない、もう尺がめちゃめちゃもう足りてーって感じなんでね、本当にねすぐあげますので、はい、お待ちください。もう最近はねそういう風に自粛になってるので、皆さんちょっとでもねこの動画で、あーなんかちょっと外出たなっていう雰囲気をね掴んでいただけたらいいかなって僕は思います。ちなみにこの日僕車で買い物行ったんですけど、深夜3時であれば全然人がいないので、車勢とかあとは24時間営業のスーパーとかが周りにある人であれば、ちょっとね深夜3時に行けばそういうねやっぱり人との接点っていうのが極力なくして買い物ができるのでおすすめです。というわけで今回はこんな形でねコルベットの動画撮ってまいりました。皆さんぜひともねこの動画面白いと思った人、チャンネル登録と、そして高評価、そして通知登録もしていただけると助かります。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。